皆さんこんにちは。ツッコミ航空会社の立川エビフライと申します。今日はツッコミ航空会社の飛行機で楽しめる紅茶の作り方を紹介したいと思います。お客様はフロリダの旅で大変疲れて普通の紅茶飲みたいかもしれないんですけど、ツッコミ航空会社では普通の紅茶じゃなくて特別な作り方をいたします。ツッコミ航空会社の飛行機の中の紅茶の作り方はですね、まずはお湯を沸かします。そしてお湯を沸いたらぬるくなるまで待ちます。それでは皆さん、先にティーバッグを入れません。ツッコミ航空会社ではティーバッグじゃなくて先に冷たい牛乳を入れます。そしてぬるくなったお湯を入れます。このやり方ではもうぬるくなってるお湯は冷たい牛乳と混ざって全体的の液体が冷たくなってきます。そして最後にティーバッグをまだ入れないんですよ。皆さんフロリダの旅で疲れてすぐに紅茶飲みたいと思うんですけど、ツッコミ航空会社で私たちはうるさいお客様を優先します。そしてうるさいお客様の対応してきましたら、暑くて美味しいはずの紅茶はもう冷えてきてますね。この冷えてきた液体にティーバッグを入れます。この特別な作りによって紅茶の味は一切広がらないんです。はい、お客様は水と牛乳を混ざっただけの味わいを楽しんでもらいますよ。さて皆さん、飲んでみましょう。Oh my god. It's fucking disgusting. お味はどうでしょうか。お客様は自分で作った方が美味しかったかもしれないですけど、ツッコミ航空会社ではお客様の好みに構いなくこちらの特別な作り方しますんで、また次の旅でツッコミ航空会社のぬるい紅茶を楽しみましょうね。バイバイ。 It's fucking disgusting.